皆さんこんにちは、濱家の受け持ちです。本日ご紹介いたしますのはこちら、ファッションのリベッレのスペシャルモデル、イタリアのコーヒーブランドイリーのエスプレッソコーヒー豆をメガネのフレームの中に封じ込めたという、スペシャルモデルを本日はご紹介したいと思います。ファッションリベッレといえばイタリア生まれのアイウェアブランドなんですけれども、ファッションリベッレらしいアプローチのアイテムになっております。藍染めの製法をですね応用して作られているというコーヒーメガネになるんですけれども、使用されているメガネは F16-030 という人気のスクエア型フレームですね。正面からは非常に細くてキリッとしたフレームなんですけれども、横から見ますとこのようにフレームに奥行きがあって立体感のあるフレームに仕上がっているという人気モデルを採用しております。テンプルはですね、このフロントに相性のいいバラフが使用されているというアイテムなんですけれども、この近くで見るとフレームの中に点々点というまるでドットのような、ものが見えるかなと思うんですけども、これがエスプレッソ用に引いてあるきめ細かいコーヒー豆がこの中に封じ込められているというアイテムになっております。実際にですね香りを変えてみますと、現時点12月の25日に入荷したんですけれども、1月の5日現時点でまだコーヒーの香りがしているというアイテムなんですけれども、時間が経つとちょっとコーヒーの香りは抜けてしまうのかなというところなんですが、なかなか魅力的なアイテムに仕上がってるんじゃないでしょうか。実際にかけたところもご覧いただきたいと思います。こちらの方生産本数も非常に少ない、貴重なアイテムになるんですけども、かけてみますとこのように肌なじみのいいお色に仕上がっております。今回2つ入ってきているんですけども、こちらが色の濃い方になります。キリッとした雰囲気、それでいてこのブリッジ周りも色が濃いということもあってですね、なかなかかっこいい、それでいて肌なじみのいい色合いに仕上がっているというのがこちらの方の色の濃いフレームの特徴になっております。そしてもう一色入荷しておりますのがこちらの、やや色味の薄い雰囲気に仕上がっているというアイテムですね。こちらの方も同様にコーヒー豆、エスプレッソ用のコーヒー豆が封入されている、封じ込められているというアイテムなんですけれども、かけてみると希薄のような雰囲気もありながら、ちょっとブリッジ周りは、粉が多めに入っているのかなというところで、ちょっと色が濃い、それでいて肌なじみよく希薄のような印象を作り出せるというクリア感もある色合いに仕上がっております。こちらの方色合いちょっと悩むかなというところなんですけれども、ちょっとキリッとした印象がいいなという方はこちらの濃い方、希薄のようにさりげなくコーヒー豆が入っているというこちらの方を選びたいなという方にはこちらをお選びいただければと思います。また今回ですね、こちらの方のノベルティグッズも用意されております。ペンダントホルダーになっているんですけども、メガネをですねこちらの方の大きい穴の方にテンプルを刺していただくと、これで、ぶら下げることができるという、ここに紐を通してネックレスにするとこのように使えるというアイテムですね。こちらの方が、プレゼントということで2種類ご用意されております。こちらは同様にエスプレッソのコーヒー豆を封じ込めているというカラーと、こちらはバッファローホーンのような色合いになっているんですが、こちらの方の2つが入荷しております。ご購入いただいて早い方に選んでいただくような形になるかと思いますので、こちらの方のコーヒー豆が封入されているマガタマタイプのペンダントホルダー欲しいなという方はお早めにお求めいただければと思います。本日ご紹介させていただきましたのはファスのリベッレらしいアプローチのコーヒー豆をメガネに封じ込めたという、エスプレッソメガネ、カフェメガネですね。ぜひ楽しみながらお選びいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。